自然選択説、自然選択説、自然選択説とは、進化を説明する上での根幹を成す理論。厳しい自然環境が、生物に無目的に起きる変異、突然変異を選別し、進化に方向性を与えるという説。1859年に、チャールズ・ダーウィンとアルフレッド・ボレスによって、初めて体系化された。自然淘汰説とも言う。 日本では時間の流れで自然と淘汰されていくという意味の自然淘汰が一般的であるが、本校では言語に従って自然選択で統一する。チャールズ・ダーウィンはロンドンでハトの品種改良を観察し、様々な品種の多様な形質に驚いた。また、マルサスの人口論を読み、限られた資源を争うのは、 人間だけでなくすべての生物にあては魔のではないか、そして人間に優劣があるように、生物もすべて平等ではなく、生存と繁殖に有利さの差があるのではないかと考えた。それよりやや遅れて、アルフレッド・ウォレスもアマゾンとマレー半島での動植物の観察と、やはり人工論から同じような概念を持つに至った。この概念は1858年に二人の 共同発見という形で発表された。ウォレスは自然選択を万能なものと考えたが、ダーウィンは後年、苦弱の求愛行動などからもう一つのメカニズムである性選択を称した。自然選択は生命の誕生以来すべての生物に働いてきたと考えられる。そのためしばしば自然選択説は循環論的であると批判される。 しかし実際に観察された現象から導き出された理論である。19世紀以前は神のおぼし飯しであるとしか説明できなかった生物が持つ様々な性質の由来について自然選択説に基づく観察はそれぞれ異なった説明を可能にした。総合説に代表されるネオダーウィニズムでは自然選択を重視しているが、 木村元の中立進化説などの分子進化論では自然選択に関わらない中立な突然変異を起こした遺伝子が集団内に至ることも進化にとって重要であるとしている生物の進化を要約すると次の通りである蒸気のメカニズムのうち3番目に関わるのが自然選択である一般に生物の繁殖力が環境収容力 生存可能数の上限を超えるため、同じ生物種内で生存競争が起き、生存と繁殖に有利な個体はその性質を多くの子孫に伝え、不利な性質を持った個体の子供は少なくなる。このように適応力に応じて自然環境が古いわけの役割を果たすことを自然選択という。自然選択が直接働くのは生物の個体に対してである。 しかし実際に選択されるのは生物の性質を決める遺伝子である。その結果が一般的に見られるのは種あるいは群においてである。自然選択は同じ種内で最も強く働くと考えられる。それは同種の他の個体が限られた資源、食料、配偶者を直接に奪い合う第一の競争相手だからである。また自然選択が働くのは 表現型の形質と行動のみである。中立進化は自然選択によって選別されない。そのため、中立的進化が全適応、ある機能、ある性質が後に他の用途に転用されることもたらすのではないかという説もある。一方で、獲得形質、後天的に得られた性質は自然選択の網にかかるが、それは遺伝によって受け継がれないため、生物の進化には寄与しない。 自然環境は急激に変化することは稀であるため、特定の方向に選択を偏らせることがある。例えば砂漠では砂色の体が保護色となる、発汗が抑えられわずかな水分を有効利用する、あるいは夜行性となるなどが生存に有利に働く。このように実際に生存率に差をもたらす自然環境の力を選択圧という、生息する環境が異なれば、 生物は異なる選択圧を受ける。生物は常に様々な選択圧にさらされており、また一つの性質に対して複数の選択圧が働くのが普通である。例えばホタルやカエルは音や光などの信号を発して配偶者を求める。配偶者の密度が薄ければ強い信号を発する個体が有利である。つまり配偶者密度は一つの選択圧であると言える。 同時に、強い信号は捕食者を呼び寄せるリスクを伴う。つまり捕食者密度は、信号の強さという性質に対してそれとは逆方向に働く、もう一つの選択圧である。どの程度の信号の強さが最適かは、捕食者、配偶者の密度の他に、信号を発する時間帯、日中か、夕暮れか、夜か、食料の量、信号を発するのに、 多大なエネルギーが必要など、様々な要因に左右される。進化論の反対者は、不完全な目、不完全な翼などは役に立たないと述べる。これを説明するのが、累積的選択である。原始的な状態と比べてわずかでもその形質を持つ、ことが生存と繁殖に有利さもたらすのであれば、その形質は種内に広がる。 その状態よりもさらに一歩進んだ形質を持つことが、同じように有利さをもたらすなら、また種内にその進んだ形質は広がる。イギリスの生物学者、リチャード・ドーキンスは、キノボリューを例に次のように説明した。もしあなたが魚であって、基本的には、水中で生活しているが、時には干ばつを生き抜くために危険を犯して陸へ上がり、 あちこちドロンコの水たまりを点々と移動するとなれば、半分の灰どころか、100分の1の灰からでも、利益を受けるだろう。全く灰がなければ、地上に飛び出ることはできないが、100分の1の灰でも、あればわずかに地上を移動することができ、100分の2の灰であれば、それより長い距離を移動することができる。移動可能な距離が長ければ長いほど、 干つから逃れられる可能性が高まるのである。では100分の2の肺が一般的に見られるようになった群れではどうだろうか。そこには変異に由来する個体差があり、相変わらず100分の1の肺しか持たずに生まれてくるものもいれば100分の3の肺を持って生まれてくるものもいる。平均すれば100分の3の肺を持つものの方がより生きながらえる可能性が高い。 つまりいずれは100分の3の肺が一般的に見られるようになり、その後には100分の4の肺がと考えられる。現実では選択圧は多様なので肺の容量が必ずしも木登りオの生存に有利になるとは限らないが、不完全な性質は無意味であるとは言えないのである。そもそも完全な性質というものはないのであり、不完全な性質というのは 現世生物を完全な性質を持つものと仮定しての相対評価にぎない冒頭で述べた不完全な目についても明暗をわずかながら見分ける能力であってもそれを持つ生物の生存確率には影響し得る。またムササビの横膜のように現世生物においても滑空はできても飛行できないいわば不完全な翼が役立っている例もある。その一方で ドーキンスの挙げた例は、不完全な性質であっても、無意味でないものを抽出したに過ぎないという意見もある。例えばカレーやヒラメのような体の片方に、両目が寄った形態は、現在のような、完全な状態であれば意味があるが、進化の過程としての中途半端に片側に、目が寄りつつある状態は、その生物の生存のためにどういった役に立つのか、という疑問点がある。 自然選択により選別された生物が環境に適した生態、形態を有することを適応と言い、適応の度合いを適応度という。適応というと環境に自らを合わせるような意識的な活動を想像しがちだが、生物進化で言う適応とは自然選択により環境に適していない個体が死に絶え、適していない遺伝子が取り除かれたために起こる。 サバンナでは、足の遅い草食動物は捕食される可能性が高く、足の遅い捕食者は餓死する可能性が高い。生き延びるのは、双方とも足の速い個体であり、その性質は子に受け継がれる。世代交代を減るごとに、足の速さは蓄積される。これは、自然選択で、一般的に見られる現象であるが、相互に作用しあって、ある性質が、他の要因による、限界。 物理的、あるいは食料など、経済的限界に達するまで極端化、極大化することを、進化的軍拡競争、もしくは競争と表現することがある。またこれは共進化の一形態でもある。20世紀前半には、社会進化論の影響も受け、生物の行動や形質は、群れや種の繁栄のために、最適化されているという考え方が主流となった。 最適化されていない種は滅びる運命にあると考える。これを軍選択、グループセレクションという。しかし生物がどうやって軍全体の進化的な状況を把握したり、将来を設計したりできるのかが説明できなかった。1960年代からは支持を失い、代わってハミルトンやメーナード・スミスらによる血縁選択説が、 生物の利他的行動の説明として指示を得た。これは自然選択が実質的に対象とするのは個体ではなくグループでもなく遺伝子なのだという考え方の道を開いた。リチャード・ドーキンスは利己的遺伝子という比喩によってそれをわかりすく解説した。一方でエリオット・ソーバーはタレベルトータ、マルティレビルセレクション W ユニット・オブ・セレクションという概念で 軍等多を評価し直している。経済学の投資と利順の概念を用い、自然選択説を数学的に説明した。同じ生殖行動でも、オスとメスでは負担が異なり、必ずしも利害が一致しないなどは、最適化モデルによって導かれたのである。ある性質が生存と繁殖に有利になるかどうかが、その性質があるグループ内で見られる頻度に依存するという説。シンプルに言えば、 その性質がただ少数派というだけで、繁殖率にプラスになる。有名な例は、優生生殖し、かつ、私有遺体の生物における性比の問題である。種全体の繁殖率のことだけを考えれば、ごく少数のオスと多数のメスがいた方が有利である。オスは一頭で複数のメスを死させることができるため。しかし、私有遺体の多くの生物では、オスとメスの日は1、1日回。 個体の繁殖率を考えた場合、オスとメスの比は1、1が最もバランスが取れているのである。性比が極端にオスに偏った群れを想定してみよう。メスは一度に1頭しか出産できないとする。オスが1頭で、メスが100頭の群れの場合、メスがもしこの性別を選択できるなら、メスを産むよりオスを産んだ方が良い。オスが2頭、メスが100頭であれば1頭のオスは、 平均50頭のメスとつがいになることができる群れ全体を争ってオス同士が競争するにせよ、共存するにせよ、平均50頭である。これはオスの母親から見れば50頭の孫を期待できるということである。メスの子を産めば孫の期待値は1頭である。実際にはこの性別を選べる生物は多くないが、オスを産む性質とメスを産む性質に遺伝性があれば、 この場合、オスを産みやすい性質を持つ、メスの子孫の一族が繁栄することになる。逆にオス、メス比が100、1の群れでは、オスを産んでも配偶者を得られる可能性は1、101で、ある。つまり、孫の期待値は約0.01等になる。メスを産めば、孫の期待値は1等である。この場合、メスを産む性質が有利となる。この繁殖率の偏りは、オスとメスの比が1、 一となった時に最小となる。つまり一、一という性比が多くの生物では安定しているのである。ただし例外もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。